ここですか。凄まじいまでの巨大な気を感じますね。マナ、その男がそうか。ただいま、両方。この人がロンさん。この両方には強い封印がかけてあって、今それが溶けかかっているせいで、血脈の乱れや獣人の暴走が起きちゃってるんです。再封印するには、一度封印を完全に解く必要があるんですが、普通に解いちゃうと、封印されてる力が強すぎて、再封印できない恐れがあるんです。ですから、これからロンさんに両方と戦っていただいて、両方自身の気を最大限高めた状態で、封印解除したいんです。わかりました。そういうことならやってみましょう。手加減はしなくてよいのですね。面白いことを言いよる。こちらも本気で行かせてもらうぞ。十分高まった。これなら少しは抑え込めよう。はい、封印を解き、その後再封印にかかります。ロンさんも封印補助をお願いします。承知しました。私がその力を抑えてみます。その間に封印を。久しぶりに肝が冷えましたよ。はぁ、ロンさんがいなかったらどうなっていたことか。両方、両方さんも大丈夫みたいですね。それでは私はもう行きますね。また封印が解けそうな時は呼んでください。少し休んでいけばいいのに。先ほど竜の力が予想外に大きく出てしまいましたから、他の獣人や竜脈の様子が気になるのでね。そうですか、わかりました。今日は本当にお世話になりました。